Video Diary June the 10th, 2020 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. Video 日誌2020年6月10日、林博史です。こんにちは。今日はですね、先ほどまでに2本、去る4月14日、2020年4月14日に起きたですね、私の書斎で、起きたわけですけども、超小型 UFO 事件というのを改めて取り上げてみました。この事件は私にとっては大変大切と言いますか、重要な事件ということになります。というのもですね、いろいろな動画写真を見てきましたが、まさに私の身の回りで起きたという意味、それから私自身がその動画を撮影していたという意味においてですね、まずは全く私自身は疑わなくても良い動画ということになるからです。世の中にね、いろいろな動画が出ていますけども、いくらね、信憑性が高くても他人は他人と言いますかね、私ではないという意味で、そこに行くばくかのですね、不安心配が残るわけですが、しかし、右上の動画はですね、これはもう全く私が疑う必要もない動画だということですね。そういう意味で大変重要な動画であるということですね。と同時に、ここに映り込んでいる物体は UFO であるということになるわけです。大きい小さいは関係ないわけですよね。ともかく UFO であるということになるわけです。そういうことを考えるとですね、つまりこの画像は分析すればするほど、その向こうにまた別の真実が見えてくるというタイプの動画だということになるわけです。そういう意味でね、大変重要な動画なんですけども、その動画をですね、先ほどまでに、関連動画も1本含めましたけども、アップロードさせていただきました。で、問題、最後にもう一つ謎が残るわけですよね。これは視聴者の方どなたかからもいただいた、疑問質問ということになるわけですけども、なぜ4月14日だったのかということですよね。そしてもう一つは、なぜその動画をですね、ちょうど今右上にご覧いただいてますように、その動画をですね、背景に置きながらですね、私がビデオダイアリーを作っている最中に、その事件が起きたということになるわけですけども、なぜその日その時だったのかということですよね。要するに、なぜその事件が起きたかということですよね。で、その UFO が現れたということと、その背景に使っていた動画がですね、何らかの関係性、関連性があるのではないかということなんですよね。つまり、その一つには、そのいろんなね、その大小さまざまなその物体がですね、全部で40箇所以上現れるわけですけども、その画面の中から出てくる、あるいは出てきたと思われるような場面もたくさんあるんですよね。ほとんどがそうだと言っていいかもしれません。そうなりますと、画面とですね、画面とその UFO と何らかの関係があるんじゃないかというふうに考えるのは、これまた当然のことではないかと私は考えています。となりますとね、なぜということを考えまして、なぜその動画の時に現れたか、関係があるのかないのかということで、やっぱり考えてしまうわけですよね。ごちゃごちゃ話しましたけど、整理するとですね、なぜ2020年の4月14日であったかということです。で、続く5月18日にはですね、それは動画には収められませんでしたけども、私の妻がですね、ワイフがその廊下でね、その同じものが、全く同じものだと言っています。それで、ただ大きさが違うと。で、大きさが、ワイフが目撃したのは大きいって言ってますね。この画像に映っているのは小さいけれども、そのワイフがですね、その2020年の5月18日に廊下で見た UFO はですね、もっと大きかったって。ボールぐらい大きかったと言ってますけど、ゴルフボールよりは大きかったと言っています。それがですね、廊下をふわ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 と浮遊してると言いますか、飛び回っているのをワイフが目撃するわけですよね。で、その時の様子なんですけども、私はその時ね、
今まさにその動画を見ながらですね、同じ動画を見てたんですよ。動画を見ながら高校生の Y 君にですね、数学を教えていたんですよね。でそれが一段落したもんですから、実はね Y 君こんなのが映ってたんだけどねって話から始まったと思いますね。その前になぜ YouTube がアメリカ人 あのアクセス数が多いんだって話から始まったわけですけども、そういう話をしていたんですよね。その時にちょうどワイフがですね、あの私がその教えて、ワイフがその白い物体を見た時にですね、すかさず私とそのワイ君のいる部屋へパパパッと入ってきたんですよ。でワイフが私の仕事場に顔を出すということはめったにないことなんですけどもね、まあ、その時はめったにないことが起きたわけですよね。で私とワイ君がその部屋でね話し込んでいる時に、ワイフがダカダカッと入ってきて、何かしら落ち着かない様子で辺りをキョロキョロしていたのは覚えてます。でその時に、まあ、その直前にですね、ワイフがその白い物体がですね、廊下でふわ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 とその飛び回っているのを見たということになるわけです。それが2020年の5月18日だったんですよね。まあ、それはあのビデオには収められませんでしたけども、そういうことなんですよね。でちょっと戻しますと、4月14日にはその私がですね、まあ、ビデオダイアリーを、まあ、右の上のようにですよ、ビデオダイアリーを作っている最中にその物体が現れて、こうしてまあビデオに収められたということになるわけです。でなぜ4月4日か14日かということなんですけども、一つにはですね、まあ、これは偶然の一致ということになるわけですけども、ちょうど2019年の4月14日同じ日なんですけどもね、その時私たちと言いますかね、私は岐阜市 JR 岐阜駅の前でね、岐阜会、いわゆる名古屋会というのを開いていました。岐阜県から2人の方が参加してくださいましたけども、まあ、愛知県、三重県からの人が多かったわけですけども、その時にいろいろな怪行事件が起きるわけです。まあ、そのとんでもない事件が起きるわけですよね。透明人間が現れたり、三角形のね、そうですね、三角形の UFO がねホバリングしていたり、あるいはフラッシュ光が2箇所でパッパッと光ったりね、あるいはその黄金色のね眩しいばかりの光が、いわゆる前方をね横切るというような事件がもう起きたわけです。それが2019年の4月14日であったわけです。で2020年の4月14日に右上のような事件が起きたわけですよね。いわゆる、まあ、そうしたその怪光がですね、今ちょうどあの天使事象を横切っている様子が紹介してますけれども、そうこうした現象がね、起きたわけです。ですから4月14日ということで何かしらのこうつながりがあるのかなというふうにも考えています。もう一つ考えられることはですね、画面に映しているのが、まあ、ちょうどその事件が起きた前後ですよね。まあ、全部じゃないんですけども、その前後にアンドレア・デル・ベロッキョとね、レオナルド・ダ・ヴィンチの、まあ、合作と言われているイエスの洗礼の絵をですね、まあ、紹介しているときに起きたわけです。ですからその絵と関係があるのかなということなんですよね。もしごちゃごちゃしてますので話を整理しますとね、なぜ4月14日にその事件が起きたかということなんですけども、一つには、そのちょうど1年前同じ日にですね、岐阜会でとんでもない事件が次々と起きた、そのことと関係があるのかなというふうに考えたということですね。もう一つはその画面ですよね。ちょうどそのビデオダイアリー、まあ、右下がこれ原本ですか、加工してない、まあ、加工する前の加工といいますかね、いわゆる、まあ、その動画ビデオダイアリーとしてその手を加える前の元々のデータということです。ビデオカメラに映っていたデータなんですよね。まあ、これよく分析する、まあしてくださる人がいたらお願いしたんですけども、まあ、これちょっと画面が小さいので分かりにくいかもしれませんけども、まあ、この20分、ちょうど2時20分から3時ごろまでの間にですね、40数回のそういった場面が映り込んでいたわけです。それが、まあ、右下の画面ですけども、その右下の画面の中の後ろの画面を見ていただきたいんですけども、これがその時に、まあ、そのビデオダイアリーの中にその知って紹介した画面なんですよね。まあ、ちょうど出てますけども、セントジェロームがですねの絵の背景には61という数字が書き込んでありますということを、まあ、その画面の上ではそれを説明しているわけですけどもね、61というのはユダヤのゲマトリアで神を意味すると、まあ、そういうようなことをその説明している画面を見せている最中に、つまり右上のようなね怪光現象が起きたということです。でこの画面といわゆる、まあ、紹介している画面とその怪光現象、いわゆる、まあ、UFO 事件ですよね。まあ、光ってはいないんですけどもね、光ってはいないんですけども、まあ、いわゆる高級事件って言ったらいいのかな、まあ、とにかく UFO 事件と関係があるのかどうかということなんですね。で、まあ、いろいろ見てみるんですけども、
私は関係があるとはどうも思えないんですよね。思えないということは、まあ、こう私はもう年がら年中ね、こういうタイプのこのタイプの動画を紹介しているわけですから、ですから、まあ、特にこの動画だけが他の動画とは違っているということもないという意味でね、まあ、なんか関係がないんじゃないのかなというふうに思います。まあ、ともかくも最後に残された小さな小さな謎ですけどもね、なぜ4月14日のあの時間帯だったのかということで、まあ、不思議に思っているわけですよね。不思議ということは最後の小さな謎として残っているということですよね、ということになります。ということで今日はね、先にね、日本その2020年4月14日に起きた、いわゆる、まあ、開港事件、高級事件、まあ、いろいろ言い方あるんですけど、今は私は4月14日 UFO 事件というふうに、まあ、自分の中ではね、心の中では整理してそのように呼ぶようにしてますけども、2020年4月14日 UFO 事件が起きたのかという部分でね、まあ、何かこう引っかかるものがある、しかしそれは考えすぎかなという思う部分もあるということなんですよね。まあ、あるないあるない、それは分かりませんけども、まあ、その答えはですね、まあ、そのうち出てくるだろうと思うんですけども、まあ、しかしちょうど20日後の、ね、5月18日に今度はワイフがね、一人で、まあ、つまり廊下をですね、ふわ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 とその飛び回っている同じものを見たわけですよね。で、今朝もその話になりまして、で私、まあ、確認というわけじゃありませんけども、動画の中に映り込んでいる、右上のね、動画の中に映り込んでいる物体と同じものだったのかって今朝もね、確認したら、もうケロッとね、同じでしたよ、同じだったよなんて言ってますからね、まあ、それ以上ね、聞いても同じ答えしか返ってきませんから、まあ、ワイフは同じだったと、まあ、そのようにはっきりと明言しています。つまりそれがですね、5月18日に、まあ、廊下をですね、私はもちろん見てません。まあ、その後ね、直後にワイフがパタパタと入ってきたのを覚えてます。それでキョロ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 あたりを見回してですね、まあ、そのまま何もまた戻っていきましたので、まあ、その直前、後から分かったんですけどもね、その直前にそのワイフがですね、廊下でその、まあ、物体を見たんだなというふうに今は考えているということですね。で、まあ、いろいろその今日はですね、その2本そういう動画をアップロードさせていただきましたので、そのもう一度ね、その時の動画をですね、拾い出してどうしてこの時だったのかなというふうに考えながら見ていますけども、答えは出てきませんね。まあ、上の方の心っていうのは、まあ、押して測れるようなものではないということですね。上の人の心はね、まあ、何を考えて、まあ、そのような行動なさるのかということについては私には知る由もありません。まあ、最後に、ね、一言言うならば、今までいろんな事件、まあ、本当に怪しいなっていうのも含めれば、もう40数回なりますよね。もっとあるかもしれませんが、しかし、まあ、これは間違いないという意味での確実性を持った事件となると、やっぱりその半分、あるいは3分の1ぐらいということになるわけですけども、一つだけ言えることはですね、これはやっぱり上の人の思考回路ということになるわけですけども、一切説明はないんですよね。はい、説明があればね、私の方も安心するんですけども、その都度その、まあ、こうした事件があるわけですけども、その都度、まあ、受け取る側の私の方、ワイフも含めてですけども、まあ、かなり混乱するわけですよね。なんだなんだ、どうしたんだどうしたんだってね、もう自分でその、まあ、その訳がわからないと言いますか、そこも一つの思考回路なんかもしれませんけども、まあ、いつもそのある意味でね、奇想天外なことを、まあ、してくださるということなんですよね。そして慌てふためいていると、まあ、1ヶ月前後でもう1回同じような事件を引き起こし、もうね、まあ、起こしてくださってですね、そして、まあ、それで、あ、納得してそうだったのかというふうに分かるというのが今までの流れなんですよね。つまり説明がないんですよ。例えばね、今度はこういうことだからこうこうこうしましたよとかね、こういうふうに理解しなさいよというような説明があればね、私の方も安心すると言いますかね、落ち着くんですけども、それがないということですね。今まで一度もありませんね。はい、そういうことはしない方たちだということですね。まあ、要するに何かしておいてね、あとは自分で考えなさいっていう感じでポーンとこうなってますかね、跳ねのけられるって言いますか、まあそういう感じですね、今までの経験でね。そして、まあ、同じような事件を2度
まあ、大抵まああたふたしてますと2度目をまあ起こしてくださって、その2度目でなんて言いますかね、ある程度輪郭が見えてくると言いますか、あ、そうだったのかって感じでね、納得できるということが、納得できるということの繰り返しだったということです。ということで今日まあね、その2本、去る2020年4月14日の事件を、まあ、取り上げさせていただきました。そしてその最後のね、一つの謎、つまりなぜ4月14日だったのか、なぜその日だったのかということで、まあその背景に使った画像と関係があるんじゃないかということも考えたということです。まあこれいくらね見ててもね、その答えは出てこないと思いますね。まあうがった見方すればですね、林、この画像には注意しなさいよとかね、この画像は間違ってるよっていう意味かもしれませんしね、なかなかいいとこついてくれたなっていう意味かもしれませんしね、それもいろんなふうに解釈できますけども、まあことを上の人に関して言うならばですね、そうした解釈というのは全く意味がないということですね。まあ、つまりそのはるか先に行ってらっしゃるということです。はい、ということで、まあ、最初の話に戻りますけども、この事件はですね、大変重要な事件だと思います。というのはこのような形でね、まあ、ミニチュアの UFO であるにせよですね、分析可能な形で、まあ、動画に撮られて、まあその、まあ、なんて言いますかね、画像はね、実はね、あの日に限ってね、ビデオカメラの、ね、画質を落としたんですよ。はい、それが 今となってみると残念ですけどもね、いわゆる、まあ後でね、編集しやすいようにね、いわゆるパソコンの負担を軽くするために画質を落としたんですよね。それを落としてなければね、もっと明確で綺麗な、ソニーのね、いいカメラ使ってますから、綺麗なね、画像で皆さんに提供できたんですけども、それはある意味で、まあ、あるんで悔やまれることですけどもね、まあ、それはもう仕方ないですね、終わってしまったんですから。ですから、まあ、その日に限って画質を落としてたんですよ。まあ、それがちょっとね、自分としては残念ですけどもね、まあ、しかし、まあ、皆さんのね、検証にも耐えうるような内容の動画ですからね、まあ、UFO というものがどんなものであるかということを皆さんがね、まあお知りになりたい方も多いと思いますけども、その飛行性質ですね、飛行形態、あるいはその、まあ、性質ですね、どんな、まあ、様子で飛んでるかということをお知りになりたい方はですね、まあ、ぜひぜひぜひ私のね、この動画を分析して、そして判断してくだされば嬉しいと思います。ということで今日はですね、今日は先ほどまでにアップロードしました2本の動画についての、まあ、つまりは別話って言いますかね、裏話って言いますかね、まあ、補足という形でこのビデオダイアリーを発行させていただきました。ではこれで失礼します。バイ。